ヒロインドリーム7回目。さあ、1月に入ったところか。あれ、オーディションなくないか。この後出るっけ。あれ、オーディションなくないか。オーディションが出たところで確かセーブした気がするんだけど。現在こんな感じ。なかなかにバランス型にはなっている。じゃあとりあえず会いに行くか。何を伸ばしていくかだよな、こっからな。あ、今冬休み。そうだそうだ、冬休みか。じゃあ、お花持ってたっけ俺。まあ、花はいくつあっても困らない。不確実な、ウホキャッチャーより、確実な花をゲットしておこう。いる？はい。女の子にあげます。なんかポスターのオーディションが来てたはずなんですよね。GO! この後かな？あ、起床中。ストレスは問題なし。お花は今あげてもしょうがないかな。そうだね。今も別に会いに行けないよな。これって。あ、もういるのか。学校再開か。じゃあ、うわぁ、旧校舎の前。これってさ、あれじゃない、ゆきちゃんが、盾の練習してるっていう。あれ、オーディションもらえたよね。起こしといた方が良くないか。あれ、ゆきちゃんいるぞ、でも、ここに。静かいないよ。あれ、静かがいない。じゃ、ちょっとわからないけど、エンジンさんに会って、ておこう。これゆきちゃんの盾イベントだと思うんだけど、違うのかな。あ、やっぱそうだ。これ2回ぐらい見るとオーディションゲットできたよね。そ、何をしているんだ。特訓だ、今度の劇のな。なるほど。よし、こういうフラグはどんどん立てていくぞ。じゃあここから今もうストレスがないんで、地震。オーディションがさ、地震じゃなかったっけ。確かね、必要が地震だった気がするから、スパルタのアナーキー武田行っとこうか。地震つけていこう。実際今一番高いのも、まあ一番ではないか。でも自信は相当高いですね。自信と演技が高い。あれ、ほんとちょっとオーディションどこ行っちゃった？オーディション流れてね、なんか。あれ？これってまた、休校し、ああ、いるね。ここでもう一回じゃあ、静かは今ちょっと。ゆきちゃん公園にいるはずなのにな。遠心に会っておこう。お願いします。あ、じゃあ演技も上げておいた方がいいか。オーディションでしたよね、これね。ゆきちゃん。なんだ、またお前か。どういう特訓だ。本当は秘密なんだが。これちょっと一周目も見たイベントなんで飛ばしちゃいます。じゃあどうすか。まだ余裕がある。まだ大丈夫。演技かな。三沢監督強いよな。監督よろしくお願いします。ビシバシやっちゃってください、うちの静香。でももう2年生になるから、そろそろ好感度の方も気をつけていかないと。嫌いなのになっちゃってるから。よし、じゃあマップ。遠心イベントが引き続き起こせるか？あれ？いないな。学園前に静か。あれ、ゆきちゃんをあげといた方がいいのかな。ちょっと。ちょっと一回静かスルーで、ゆきちゃんに会ってみる。公園にいるゆきちゃん。何をしているの？これ普通の占いイベントかな？
かわいい。あ、占い師さん。マイライフって書いてある。T シャツ。それは自分のためなんだけど、最近いまいち乗らないんだ。飽きてきたんじゃない？誰か誘えば？あ、うちの静香誘ってやってくださいよ。あー、なるほど。それいいな。一人でやるの飽きるもんね。うん、よし、誰誘おうかな。サンキュー占い師さん。誰か見繕って誘ってみるよ。あれ、終わり？あ、終わりか。別に何も上がらない。あらと、じゃあ実習。うー、いや、まだだ、まだいける。監督、監督よろしく。演技伸ばしていこう。一周目にプレイした時ってこの時点でどうだったかな。いつあの音感が999でカンストしたんだったっけ、忘れちゃったな。でも今2月、この段階でこれはまあなか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 いいんじゃないかとは思うんだけど、でもまだ全然お仕事取れてないから。てかデパートのおじいちゃん本当どこ行っちゃったんだよ。あ、よう、待っていたぞ。これこの間お前が覗いてた劇だ。来た、これだ。どうだ、面白そうだと思うか。面白そうだな。そうだろう。チリフラグは立てといた。少しは見る目があるな。本当はカリキュラムとして考えていたんだが、思ったより言語が使えそうなんでな。正式に公演しようと思ってる。これがその劇のオーディションの資料だ、うん、主役がもう一人、言語の相手役が必要なんでな。いいから受け取れ。何度も探りに来た。ゆきちゃんの交換と受け取る。よし、内容は青い鳥をベースに活劇っぽく仕上げたものだ。オーディションでは運動力をテストすることに。青い鳥で青い鳥切っちゃうの。切っちゃダメだよ。青い鳥伝説のオーディション来ましたよ。でっかいオーディションがついに入った。これは絶対取っていきたい。あ、2月だけのアルバイト。はい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 、行こう、オーディション。あ、ポスト、あ、あるある、マルキデパートね。でも今は、あ、運動力なのこれ。運動力か、運動力。ちょっと待って、演技力じゃないの。うわー、運動力自信ない。これでもまだまだ放置できるよね。多分1、2ヶ月ぐらい放置できるオーディションだから、今は別のものを、なんかバレンタイン、いや、自信があるからポスター行こう。マルキデパートのポスター、自信はある。さあ、これで、これ何してんの、鼻水。何の、あ、鼻高々ってことか。やったー、ここは余裕、合格。初めての合格ってことになるのかな、これ。ゴー。ポスターの撮影かな。おー、天使の靴があるかもしれないっつって靴履いてない。なんかエロいポスター。これ今の時代叩かれるぞ。性的搾取や言われて叩かれるぞ。現役 JK がちょっとエッチなポスター。マルキデパート、おー、130上がった。これは美味しいね、嬉しいね。で、青い鳥が、あ、来た来た来た、初めてのね、合格ね。カセットテープ録音、うん、なるほどな。ちょっと一回でもストレス解消してあげたいな。一回自習にして、米田さん、これでちょっと休んでおき。お、いいよいいよ。あれあれあれ、なんかあれ、ゼロまではいかなかった。プレゼントは花か。じゃあここ普通に会いに行くか。そういえば誕生日プレゼントとかクリスマスプレゼントとか
バレンタインももらってないような気がするけど、やっぱ好感度が低いからかな。なんかそんな気がするぞ。好感度の低さ問題が出てきた。スパルタばっかりだから。じゃあ静かに会っておこう。で、水晶占い、でもあれ20しか上がんないんだっけ。占い師さん、はいはい、いいものあげるね。はい、あ、チョコもしかして。おお、ありがとう。いい子にしてから来年もあげちゃおう。あ、お礼は年中無休で大歓迎よ。おお、やった、30も上がった。こういう季節ごとはあっておいた方がいいんだね。なるほどね。あ、でもまだなんだか嫌なやつか。運動量ね、ちょっと青い鳥伝説受けたいんで。運動か、バンさんか。バンさんに頼むか。じゃあスパルタでバンさんよろしく。運動伸ばしましょう。これいつまでオーディションって放置できるのかな。400ぐらいまでいかないとちょっときつそうだよな。3週目なんだったら運動のスペシャリストを入れてみるか。あー、よし、じゃあセーブ案件だな、ここは。ちょっとここのね、スペシャリストガチャはリセマラをしないと。いやー、そうだよな。運動レベル4が入ったらもう一気に爆上げだと思うんで、青い鳥伝説いけると思うんですよ。運動専門来い、レベル4来い、レベル4、レベル4、レベル4、ダメだ。お前ら運動できねえだろ絶対。野田博士とか絶対違うじゃん。なんだよこれ。あっちはタミネコーチがいた。タミネコーチがレベル4だった。あぶねえ、見逃し。野田博士のインパクトにとらわれて。タミネコーチありがとう、ありがとう、ありがとう。やり直したところだった、あぶねえ。いや、もう完全にバンさんの上位互換。タミネコーチ引きましたね。じゃあストレスはまあまあ大丈夫だろう。念のため、ああ、そっか、あげれないか。お花あげようかと思ったけど、あげれないか。じゃあ、タミネコーチ、よろしく。いやー、運動レベル4嬉しいな。おーおーおーおお、400いけば、あー、もうちょいもうちょいもうちょい。プレゼント、ああ、じゃあ、お花あげる、お花あげる。ちょっと、しんどいよね。で、ディレクターへの感情、どうでもいいか。どうでもいいわ。ちょっと上がってきている気がする。上がってる感覚はしないけど。タミネコーチー、コーチ、うちの静香をよろしくお願いします。大丈夫、まだこの子耐えれる耐えれる耐えれる。よしよしよし。でも運動がっつりがっつり入りました。これ青い鳥伝説いけるって。オーディション来て、オーディション、オーディションいつでも受けられればいいのにな。まだあるよね、青い鳥伝説。一周目にプレイした時結構な期間あった気がするんだよ。お、来たー、バックダンサー。あ、運動量、これも運動量。あ、運動量じゃ、運動力。あー、なるほど。いや、じゃあ受けるでしょ。でも受けるよ。青い鳥伝説。あ、B かー。 B かー。 B 必要かー。429。 500いかないとダメな気がする。じゃ、ちなみにもう一個来てた、バックダンサー。あ、バックダンサーはいけるな。じゃ、ここ行っておこう。人気 C。B はね、500、600いかないときついと思うんだよ。あ、ダメだ。あれ、あれ、落ちた。あ、やばい、めっちゃ怒ってる。落ちんの。
運動不足だ。完全に運動不足。じゃあ自習自習。マジか。ダメか、これだけ上がってても。もっと運動だな、じゃあ。そっか、絶対いけると思った、バックダンサーは。で落ちちゃう。お、あれ？ブティック？ほう、なんか体力バカの2人が珍しい場所にいますね。ブティック？占い師さん？へえ、こんなとこに何の用なの？よく入れるね、この格好で店。変な鎖でも買うの？ただの冷やかし。そっちは服でも買うの？お金ないのだから試着だけ。しっ、静か。店員がこっちにらんでます。試着だけ。見て見て、これかわいい。ねえ、これお猿のアクセサリー。だから静かってば。お猿好きなんだね、この子。にらんでるってば。ねえねえ、これは猫の服。ねえ、ほらほら、恥ずかしいやつ。じゃあ私らもう少し見ていきますから。またね。ねえ、これこれ、もう優しい。ほら、いあー、ずるい。私の、私の早い者勝ち。レジェダーッシュ。後ろからヘッドロック。ロッできんだよ、できんこ。お二人でも、もう一つございますから。すいません。いや、女子高生らしく元気でよろしい。すげえ騒いでたな。じゃあ、おお、ご機嫌になってる。よかったよかった。ストレスはないから、運動をあげるか。せっかくタミネコーチ雇ったしな。そうだな、運動。青い鳥対策いっとこう。500、600ぐらいいかないときついのかな。どうしよっかな。どうしよう。また静香が行方不明だな。じゃあ、青い鳥伝説はユキちゃんと一緒に舞台っていうことだから、ユキの好感度を上げておくか。フィットネス館にいる。今回は姫子ちゃんと一緒にお歌っていうのはないかな。あれ、占い師さん、どうしたの？ここでトレーニングでもしていく？私は運動は好きだけど、ここでやるのはあんまり好きじゃないな。なんか無理やりって気がしてさ。どんな運動が好きなの？いやー、テニスとか好きなんだけどね。ここの裏にテニスコートあるじゃん。うん、あそこだけはほんと借りらんないよ。一応手続きすれば生徒も借りられるはずなんだけどね、いっつも塞がってるんだ。おかげで入学した時に買ったラケット全然使う機会がないよ。バスケとかも好きだけど部活動やるわけにはいかないし、だから手頃なのは時々静香とか連れてのボーリングくらいかな。じゃあ私そろそろ行くね。まだ練習があるんだ。またね。いや、ゆきちゃんかわいいな。一瞬でもゆきちゃんのディレクターになりたいと思ってしまった。俺のこの浮気心がいかん。俺は静香を育て上げるんや。と、じゃあまだ耐えれる、まだ耐えれる。これじゃあゆきちゃんにはかなわない。まだまだ運動バカにならないと。タミネコーチよろしく。いよいよ上がってるよ。じゃあそしたらとりあえず会うか。また来月にオーディション来て。いや、まだ青い鳥いけないよな。お、ウッキーバーガーに。今回ほんとユキちゃんと仲良しになってる。ウッキーバーガー行っとくか。じゃあこの二人うるせえんだよな。
元気なんだよな。お、食べてる食べてる。あれ、占い師さんだ。こんにちは。こんにちは。今ね、学校の先生のこといろいろ言ってたんだ。悪口だろそれ。元見遠心先生って知ってる？おお、遠心、スパルタで有名な。いえ、知ってんの。じゃあ有名なんだ。やだな。ゆうきちゃんよく我慢できるね、スパルタなんてさ。日本人が宇宙にまで行こうっていうこのご時世に、時代錯誤なことこの上ないと思わない？いやでも静かもだいぶスパルタなんだよ。でも私に限って言えば、世話になってるから文句は言えないよ。この学校に入る前からいろいろね。ヒロインの候補に推薦してくれたのも遠心先生だし。え、そうなの？初めて聞いた。うん、私のいた中学の OB でさ、教職にも来たよ。演劇部を気にしてたみたいだけど、当時はもう誰も真面目にやってなくてさ、私たちのたまり場だったんだ。曲気になる、曲が気になる。そこで2人は出会ったんだ。ああ、タバコ吸ってたらぶん殴られた。タバコ？うん。え？あの頃はちょっとね。タバコ吸ってたの？演劇部ってそういうたまり場だったんだ。だけど遠心先生が来てからは変わったよ。なんとなく始めたのに、いつの間にかマジに演劇のことばっかり考えてた。演劇部を立て直して演劇コンクールに出て、その間ずっと遠心先生が面倒見てくれてさ、教職終わってんのに毎日来てくれて。すごい面倒見いいじゃん。どっかのバカディレクターとは大違いだ。コンクールに入賞した時は信じらんなかったよ。私個人にも賞が出て、そんなの初めてだったし、それにそんなの欲しいなんて考えてなかったんだ。それでもやってて楽しいって思ったんだ。私本当に演劇が面白いって思った。そしたら遠心先生に初めて才能があるって褒められてさ、ヒロイン計画の候補生に推薦してくれたんだ。返事は一つしか思い浮かばなかったよ。だから私は遠心先生のやり方には文句言わないんだ。そうなんだ、全然知らなかった。ごめんね、悪く言って。いいよ、私も文句は言わないだけで、蹴りなら時々入れてるから。おー、いい先生。知られざるユキちゃんとゲンブ、ゲ、いやゲンブじゃねえ、遠心の過去ね。いい先生だ。いや、そんなでもないんだけどね、時々うざったいし。うん、すっごい感動した。どっかで抜け作ディレクターに聞かせてやりたいわね、占い師さん。ああ、そうだね。どっかのディレクターも頑張ってるんだけどね、頑張ってるんだけど、ストレスが、ああ、もうちょい、もう一ターンぐらいいけるか。じゃあやっぱりまだターミネコーチかな。運動を上げないとな。4月。ああ、もう4月。いやー、あっという間だね。2年生になっちゃいました。で、壊する。なるほど、よくわかりました。どうすっか、引き続き運動を伸ばすか。あ、静かから手紙。うわー、なんか嫌な予感する。お元気ですか？私は不機嫌です。オーディション受けに行ってますが全然受かりません。不機嫌な静かちゃんより。いやー、そうなんだよな、オーディションな。運動量上げてるんだけど。あ、来た来た来た、グラビアのモデル。魅力か、魅力はどうだろうな。魅力か、いや、きついな。でもこれだったら気分ムカムカ。一発オーディション受けて、あ、でも D か、人気 D ならまだいけるか。で、青い鳥はまだある。じゃあちょっとキープして D ならいけるだろう。魅力300超えてるし、スクミズの魅力。頼むよ。おっしゃ。これほんと嬉しいね。おっしゃって心の底から出たよ今。おお、よかった、嬉しい。取ったよ。お、静か、あ、姫ちゃん。姫ちゃん、なんであんたがこんなとこに紛れ込んでんのよ。
私だって仕事だもん、まさかのオーディション受かったんだから。まさかの姫子、うん、なんかの間違いでしょ。ああ、私って不幸だわ。友達だと思ってた奴に足引っ張られて、せっかく取れた仕事のレベルは下がって評判はガタ落ち。でも安心してね、静か。私心が広いからまだ友達でいてあげるわよ。もう、なんですぐそういうこと言うのよ。こらこら、喧嘩しちゃダメだよ。仲悪い。いやー、あの人意地悪するんです。こいつ姫子、したたかだな。二人で撮影ってこと？へえ、どういうことなんだ？姫子も受かったの？あー、すごいすごい、いいじゃん。なんか爽やかでいいじゃん。静かに水をぶっかけられるっていう特殊性癖には突き刺さるよ、これは。水をぶっかけられるのが好きなんですっていう人にはね、これは刺さるわ。評価20。よし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 。評価今60まで来た。いいじゃない。と、じゃあどうしようかな。姫子に会うのもいいし、占いをしておくのもいいし、誰にそんなに会ってないんだ。レイちゃんは前回ちょこちょこ会った気がする。でも姫子にあんま会ってないよな。ね、あー、ネムちゃん、いや、ちょ、ここは姫子に言っておこう。姫子の好感度を上げておく。またのど自慢イベントとかな、起こればいいんだけど。あ、でも歌唱上げてないからな。あら、占い師、何してるの？もちろん歌の特訓に決まっ。ん？歌も上手くなるおまじない。おまじない？占い師っぽくていいじゃない。どんなの？お、なんか怪しいこと言っている。聞いてて倒れそうになるくらい嘘くさいけど、一応試してあげるわ。いろんなことにチャレンジしろって京子さんも言ってたし。感受性が50上がちった。ちょっと待って、姫子がめっちゃ強くなった。これ姫子が今のところ今回のヒロイン候補1位かもな。あ、待って、これはまずいまずいまずい。自習、自習にして米田さんの自習です。言っときましょう、これはちゃんと。お、いいじゃないいいじゃない。よし、バッチリ。3周目。あー、まあ募集はいいか。会いに行こう。音楽室にいる静か、どうしよっかな。第二校舎にいる姫子もちょっと気になるんだよな。なんか珍しい場所にいるんだよな、あの子が第二校舎って。でも音楽室静か、音楽室静かかな。会っておこう。ちょっと静かに、静かの好感度がいろいろまずいから。あ、これなんかピアノの特訓、あ、ピアノ一緒に弾いてあげる。手伝っちゃおう。ほんと？ピアノで伴奏、一緒に声を出す。あ、弾きながらアドバイス。自信20、関係、おー、関係50。よし、爆上げきた。なんか、今日だけで随分パワーアップした気がするわ。きた、これはいい。関係50だよ。あれ、でもまだなんだか嫌なやつなの？嫌なやつからなかなか抜けられないな。じゃあとりあえずスパルタで運動かな。600、運動600いきましょう。あ、もうでもこれでいくか。いったな、これで青い鳥いけるかな。600な。とりあえず会いに行く。
静香がいない。あれ本当にいない。じゃあ誰か、そうだな、ネムちゃんに会っておくか。ネムちゃんあんま会ってないもんな。あ、占い師さん。これもでも多分普通の占いイベントかな。占いとかは？この。おお、関係30。いいんじゃない？じゃあもうちょい運動伸ばそう。まあ運動低く高ければね、それに越したことはないから、うん、5月。さあこれでまたではちょっと見ようかな、他のみんな候補生の成長具合はいかがですかな。皆さんのレポートを拝見しましょう。聞こう。なるほど、640。よくわかりました。運動640。ゆきちゃんの運動、あ、なるほど、695か。よくわかりました。来てる、迫ってきてる。まだまだこれからだ。次を見てろよ。演技力がないとはいえ全く見込みがないわけじゃなさそうだ。特訓だな。なるほど、よくわかり、じゃあもういいや、あとは分かった。あー、運動力なら偏ってんね。なる、みんな評価高えな。あのね、声が小さいなんて問題外よ、問題外。怒ってる。出直してきたら。なるほど、よくわかりました。あ、なんかチケット、あ、ないか。あ、来た。いやもういけるかな、青い鳥。640。でもね、さすがにもう3ヶ月目ぐらいだもんね。そろそろ行っておかないと消えちゃう気がするんだよ、もう。わかった、ちょっと汚い手使うけどセーブします。ちょっと、あー、いやでもなんかあんまし、あー、しない、セーブしない、セーブせずになんか信じたい。いけるか、行くか、行こう。怖い。あー、このドキドキ感たまんないね。頼む、青い鳥、頼む。遠心、おお、来た、やった。青い鳥が羽ばたいていった。来たよ青い鳥。あ、そう、合格。あ、よかった。うわ、よかった、嬉しい。これほんと嬉しいね、合格すると。いや、でも今のかっこよかったでしょ。セーブしようとするのをやめて合格に行く。今のかっこよかったね。やったね。あ、仕事中、青い鳥。いやー、よかった、合格した、嬉しい。マジで嬉しいな、これ。今年一嬉しいんじゃね。静かには、あ、公園にいる。公園ってさ、ペットショップイベントじゃないのかな。行っておくか。ペットショップでね、バイトをしているから、また犬連れてんじゃない。あー、かわいい。ほんといろんな服着るね。サボってるわけじゃないのよ。お天気いいから日向ぼっこさせようと思って。ところでさ、私このバイト始めてから何か変わったかな。自分ではなんていうか余裕みたいなものが生まれつつあるって思ってるの。動物と接してるせいかな。感受性が良くなった、運動力が良くなった。あー、でも運動力は本当にね、あれですよ、言うならもうナムコプロのガナハ響のようなキャラクターになってきましたよ。そういえばナンクルナイサーですよ。こいつらに引きずられてしょっちゅう走ってるもんね。そっか、運動力が良くなったか。30上がっていった気がする。
なんだそりゃ。なんだかんだ言ってこの仕事ヒロインにもしっかり結びついてるじゃないね。うん、我ながら先見の明があるっていうか、よく考えてるっていうか。あ、そう思いませんか。でもペットショップで働いたことで青い鳥ってまた鳥につながるっていうのがまたいいね。運動、動物つながりなんだね、ひたすらね。いやー、なるほどな。燃えている、燃えているぞ、マイキ静か。さあ、青い鳥伝説、ひたすら仕事中。これはでも相当評価がガツンと入るんじゃないかなと思いますね。お、静か出番だよ。大丈夫かな。劇場の偉い人が見に来てるから知ってるのかな。いや、知らんだろう。教えてないからな。ひでえな。なんでさ。誰が見てようが舞台は真剣勝負だ。経験の浅いマイキには余計なことを知る余裕はないはずだ。かっこいいな。結局こいたらどうせ今まで自分でも忘れてたんだろう。だから余計なことを。ゆきちゃん何の役なんだこれ。お、あ、やべえ、マイキ君出た後か、間に合わなかった。どうした。すいません、エンシンさん、劇場のオーナーが来てゴタゴタしてたもんで、セット配置と段取りが一部変わったの、マイキ君に伝わってないらしいんです。何、なんだと。ここ人の出るところも退場するところも変わってんじゃん。そりゃわかんないよ。赤者、あれほど毎日チェックするように言ってあるだろう。舞台は常に変わる可能性があるんだ。すいません。フォローに行ってくれ。それから指示を出す。もう遅いんじゃ。どうする。静かのアドリブ力が試される。なんだこいつ。おかしいね、相手役の人いつもと違う登場してきた。セリフはほとんど同じだけど立ち回り違うじゃない。どうしよう、わかんない。頑張れ頑張れ静か。落ち着いて、理不尽なことしてるわけじゃないんだから、流れをつかめば。役になりきるんだ。私はチルチル。チルチル。私はチルチル。チルチルっていうの。私はチルチル。私は。頑張れチルチル。なんだ。いや、イラストがちゃんと知ってんじゃないか。あれ？そんなはずは。そうだ。あれはアドリブだ。アドリブ。やはり静かは筋書きを知らないらしい。うっそだろ。すげえ。そういえばセリフは前のに近いですね。なんだ、新人って聞いてたのにすごい子じゃないですか。会場の仕方までは感じはわからん。下から呼んでやってくれ。はい。すっげえ静か。私はそんなことできるかどうか。アイディアマンがちゃんとリードしている。自分の役さえしっかり分かっていればつかめない流れじゃない。よかった。どうなるかと思ったよ。しかし、あの冷静さはどういうことだ。資料を見る限り、入学前に演劇をやってたわけじゃなし、舞台経験など決して多くはない。この間まで素人だったやつだ。かっこいいなこれ。それなのにこんなアクシデントに余裕で対処できるとは。まるで舞台に出るのではなく、舞台の方に望まれてその場にいるようだ。まさかこれが何の実績もないマイキがヒロインの候補に選ばれた理由か。おー、遠心に認められたな。私はチルチル。チルチル。おー、すげーかっこよかった。静か頑張ったね。ハプニングをアドリブで乗り越えた。すごい、遠心のモノローグ良かったね。いやー、今のイベントは熱かった。すごい良かった。どうしよう、ちょっとなんかキリがいいからここでセーブしちゃおうかな。セーブして終わろうかな。そうだね、ちょっと早いけどここでセーブして終わろう。なんかね、いい場所、いいところに来たよ。うん、キリがいいよここ。うわー、私はチルチル。マイキ静香、本格的に覚醒してしまいました。なるほど、いい感じじゃないですか。うん、アドリブって何が必要なのかな。演技力は当然必要だけど、あ、まあ、感受性低いんだけどな。あ、自信の高さかな。あ、自信の高さで乗り切ったのかもしんない。おー、やりましたね。青い鳥伝説の誕生です。は
い、では今回はこの辺で、また次回、続き進めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。